せーの、ラーシカ。まるでーす。あかりでーす。 MBTA 系の動画たくさん載せてるので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見てみてください。はい、今日の動画は、今日は MBTA 別の落とし方よいしょー。私たちはいつも 16MBTA 別の動画に関してはまるまるがコメントをいろんなところから拾ってきて、それを総まとめとして出してるんですけど、今回は珍しくインスタ募集をしてみました。久しぶり。前回インスタ募集した時は私一人の出演動画だったんだよ、だから一人でインスタ募集するのめっちゃ久しぶりじゃん、ね、募集してみたら結構面白い答え返ってきて、これやったらその MBTA 落ちるんだみたいな、やってみようみたいな、ね、実践したいと思ういろいろあったりしたんで、今回はそういうのを紹介していきたいんですけど、もう一個この動画を見る上で重要なポイントが一つありまして、はい、なんとこの動画やばい、カラリアさんからの案件です。ありがとうございます。結構有名だと思うから知ってる方もいるかもしれないんですけど、ちっちゃい香水をね、サブスクで毎月何本みたいな感じでこう注文できるサービスがあって、お得な情報もあるのでそういうのも紹介もしますが、まずはシンプルに 16MBTI タイプの、落とし方についてインスタ募集した結果を発表していきたいと思います。はい、それじゃあ MBTI 別落とし方バーンということで早速やっていきます。今回は 16MBTA 別ではあるんだけど、コメントを拾ってきたわけじゃないので、ある MBTI もあるしない MBTI もあるっていう内容になってるんだけど、これ落とし方じゃん。ない MBTI は落としにくいっていうのでいいのかな。そうだね、落としやすい MBTI がもしかするとここで出されてるかもしれないですね。うん、でもね、ちょっと選ばれたい自分もいる。魅力的って思われてるってことだもんね。そうだね、落とそうと頑張ってくれたってことだね。そう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 。ということでやっていきたいと思います。INTP の雑談トークを興味津々で聞いた。天才だよねこれ、うん、別の人もね INTP 落としてんだよ、うん、INTP のこと落とそうって思う人意外と少なそうなのにいるんだっていうの。そうだね、まずびっくりなんだけど、INTP 漫才にってぐらいしょうもないギャグのマシンガントークしてたら両思いになってた。独特ね。でもさ、両方ともさ、やっぱトークなんだね。そうだね、確かに。なんか分かりづらい駆け引きとかさ、うん、そういうのじゃなくて会話をなんか面白いねって聞くっていう、その会話なんだよね、とにかく、うん、ESTP の男性と会うとき毎回違うテイストの服着たりギャップ意識したら付き合えた。これ分かる、これ分かる、分かる、分かる。てかESTP ってさ、このギャップとか自分が知らないところに興味を持って好きになると思うよね、うん、俺が知らないところまだまだいっぱいあるのとか、うん、この間見たのと全然イメージ違うとか雰囲気違うとか絶対くない、うん、これはるか昔の動画で載せて、まあ、それはちょっと別にみんな見なくていいんだけど難しいから載せたのが、うん、相手を落とすテクニックみたいなのを載せた時に、なんか初対面結構真面目な仕事の時に会った人は次のデートはちょっとチャラめじゃないけど、うん、デートに行く、うん、で逆に初対面合コンとかで、うん、ウェーイとかやって会ったら、うん、2人で行くデートはちょっと知的で行くみたいな、うん、この二面性を見せるとマジ落とせるよみたいな。思い出した、てか私もやってる。例えば今日とかさ、なんかカーディガンっぽくて、まあ、割と女の子っぽいなって思ったら、うん、次ジージャンで行くと、あれこんな感じだったっけって相手の心をね確認出す。 それがめちゃくちゃ効くのが ESTP なんだよ。そうだね、これこそさ香水使えるやん、うん、雰囲気全然違う。うちらの悪いとこ1回目、うん、はい、サボンみたいな、うん、そうそうそう、爽やか系でいって、うん、次、うん、ちょっとバニラ系みたいな、うんうんうん、あとこれはいつもローズ系の香りがずっとするの、 会社とか学校とかみんないる時はね。でも2人で会った時にウッて、やばい、なぜ。えこれ絶対同じ会社の人にめっちゃ使えて、うん、なんかオフィスにいる時はオフィス系の香水つけるじゃん、うん、でデートの時だけ遊びに行く時用の香水スモーキーみたいな、でまたオフィスで会うじゃん、うん、その時はまた爽やか系のオフィス用の香水に戻ってんの。会社で爽やかなのをつけてて、2人で会う時とか夜の飲みに行く時に甘い系つけてたりしたら結構やばいかも。やばい。でさ、匂いってさ一番思い出よみがえるけど、うん、一番すぐ忘れるじゃん、うん、その人の匂いって思い出すのめっちゃ難しいじゃん、うん、でオフィスにいるうちまた忘れるのね、うん、で外でまたデート行った時にその匂い嗅いで、うん、初回のデートのドキドキ感を思い出すみたいな。INTJ 彼女、俺の顔がタイプだったらしくて何もしてないけど付き合った。INTJ マジそうじゃない？確かに INTJ 面食いかも。面食いだよね。NT 系面食い多いよ。てか NT 面食いだろ。確かに。え紫海外ってさめっちゃなんか論理的でさ、うん、論破系でさロジック系に見えてさ単純に顔だよね。面食いも。そのただの造形だけじゃなくて雰囲気とかセンスとかそういうところを丸ごといいなって思って好きになると思う、うんうん、ENFP 女子としょうもない話題を深掘って盛り上げまくってたら知らぬ間に落としてた ENTP です。
ENFP と ENTP ってさ、うん、深掘りたいポイント一緒じゃん、うん、考え方似てるから、うん、で確かに ENFP ってめっちゃ感情的で楽観的に見えるけど深い考え持ってるよねっていうところがあるから、うんうんうん、そこをうまく使ったの ENTP。 これ ENTP 上手だね、だいぶやばいね、やり手だわ。同じく ENFP を落とした人いる、うん、やっぱさ ENFP ってさみんなと仲いいじゃん、うん、自分のものにしたくなるんだろうね。 ENFP を攻略したい MBTI 多いんじゃない、うん、ENFP に好きな芸能人のタイプ聞いて2回目のデートでその芸能人の雰囲気意識した、うん、これさ ENFP のなんか素直さがすごいあるなって思ってて、うん、私の好きなタイプだでそのまままっすぐ好きになってくれるっていう、めっちゃ素直だなって思う。なんか計算したんじゃないのとかさ、わざわざ言ってきたんじゃないのみたいな感じじゃなくて、うん、シンプルに可愛いかっこいいってなるところ、うん、良さだよね。良くも悪くも単純というか、単純単純、それが可愛いとこなんだよね。そう、 ISTP 初デートで気になってることを伝えたら好きになってくれました。それはあれじゃん、巨匠が自分と仲良くなりたいと思ってる人とか、うん、自分に好意を寄せてる人と仲良くなりたいっていう、うん、何考えてるか分かんないタイプにさ自己開示するのってめっちゃ怖いじゃん。怖い怖い。でもさ何考えてるか分かんないタイプにほどさストレートに伝えた方が伝わることあるよね。うん、ある。 ISFP なるべく話す機会作った、あと好きな香水のジャンル聞いてそれに寄せた。この案件向けですよ。ありがとうございます。もう一個別のやつで冒険家女子を落としたっていう人がいるんだけど、うん、冒険家女子、柔軟剤で洗いたての服毎回着てたらいい匂いで近づいてきて知らぬ間に落とせた。すごい。さあこれ五感ね、やっぱそうだよね。前に冒険家の心理技能の動画載せたんだけど、うんうん、冒険家っていい匂いとか、あここら辺臭いとか、うん、眩しいとかうるさいとかびっくりしたとかそういうのに敏感なのよ。この五感に敏感な要素を持つ MBTI って他にもいて、うん、私もそうです。ちなみに心理機能で SE っていうのを持つ MBTI に対しては多分このいい匂い作戦、うん、めちゃくちゃ効くと思う、うん、でめっちゃブレスキピが近づいてくる、めっちゃいい。なんかあれだね、匂いでね、こうやって誘ってるみたいな感じだよね。香水の匂いってさ当たり外れあるじゃん、うん、これが果たして本当に好きな匂いなのかって反応見ないと分からないわけじゃん、うん、そんな時にカラリアのこの少量タイプのことですね。私もその SE を持ってるから、やっぱ五感だったりとか匂いっていうものでその記憶をね、うん、その匂いと一緒に記憶するので、好きな人の香水をね私のこの服につけてくれた時あって、冬の洗えないジャケットにめっちゃその人の匂い残ってて、会ってない時もめっちゃ匂い嗅いだ、あのめっちゃドキドキするの匂いで、うん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 、それ思い出しちゃった。なんかINFJ の女の子にはとにかくリードする、細かな気遣い、かっこ気づいてくれる、うん、気づいてくれる前提でできるからいいよね、うんうん、INFJ はねまずね気づいてる、特殊能力持ってるから、うん、あの人たちは、うん、確かに気づかない MBTI だったらさ刺さんないもんね、逆に言えばね。緑系にこれは効くと思います、うん、そうだね。 ESTJ、 陰で努力してたら時間かかったけど見直してくれた、あと意外と振り回されるのも好きみたい。どうやって振り回したのあなた。確かに ESTJ をすごくね。その MBTI気になるわ、振り回した側のね、いろいろ誘惑とかしたのかな、いい匂いさせたのかな。あーそうかもね、いい匂いに誘惑される ESTJ 面白くない。でもされそうじゃない。多分 S がつく MBTI に香水攻撃絶対効くぞ。ということでですね、このカラリアめちゃくちゃ良くて、ドストレートに言うけどめちゃくちゃ良くて、うちら使ったんですよ、うん、これ届いたんだけどね、こうやってこの中にねちっちゃいの入ってて回したら出せる、これがバカいい匂いで見出して、いいよ閉める、やばくない？ああやばい。こっち系。私こっち系だね。それ何？これね。何でも赤カッパみたいな。赤カッパだね。赤カッパ。でなんかサイト見ると分かるんだけど、うん、ウッディ系とか、うんうん、サボン系とか、うん、あの選べんのよ、うんうんうん、で私ウッディ系の香水好きで、これはあんまり私言いたくないんだけど、うん、私自分の匂い言いたくない人だから、うん、でもそっち系好きで、でそれで絞って、でもこれウッディとなんかちょっと混ざってる感じする、うん、そういうなんかトップノートミドルノートみたいなの選べるのがめっちゃよかった。ちなみに私はクロエオウデパめっちゃ王道のにして、なんでかっていうと私香水結構好きなんだけど、こう王道のやつってあんまり買ってないの、なんかめっちゃ高いじゃん、1万いくらとかさ、めっちゃ高いし、カラリアってね種類がめっちゃあるの香水の、その中のさ1番ってどんな匂いなんだろうって思って、あ1位かこれ、あ1位か2位か3位、うんうん、ランキングで私は選んだの、ちょっとつけてみるね、はい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 、ちょっと重厚感ある感じが良かったんだよね、うん、何の匂いって言えばいいんだろうねこの匂いって、なんか女の匂い、そう
え、でもなんか常にいる女じゃなくてあの時の女という。あ、そう、ちょっとね、あの重みがある女の匂いにしてあの時の女、香水感じゃなくて、うん、いい匂いする、うんうん、を目指してるの。私はね、香水つけてますっていう、そのよく思われたくてやってますみたいなのが分か、あえて分かってほしいっていうイメージでやってる、うんうん、何の香水使ってんの、え、香水気づいたんだって言いたい。ねねねねね。でさ、結構さ、うん、香水選ぶ時ってさ使い切れないのね。うん、うん、でかいやん、高い香水になればなるほどでかいやん、うん、ブランドものとか、うん、でなんか4万みたいな、うん、なんか途中で飽きたりなんか意外となんか違うなって なる時あるじゃん。でそれがなんか月額2000円くらいで、うん、なんか有名ブランドも結構あって、めっちゃあった、で黒いとか大体あるよね、がなんか一つから選べるわけ、うん、で全部この使い切りサイズできて、で気に入ったらフルボトル買えばいいじゃんみたいな、うん、そうそうそう、ってちっちゃい、てかまあでも結構あるからね。うちらあんまり家にいないんだけど勝手に決めつけるそうだけどね。いやまあ私本当に家にいない、寝るだけでしょ、寝てる時しか家にいなくて、でもさ宅配便でさ夜の9時までじゃん、再配達、今この撮影10時なわけよ、うん、もうそもそも宅配便受け取れないじゃんみたいな、うん、再配達申し訳ないじゃん、うん、だからポストに届くの、これめっちゃ良かった、一番いい、気づいたら届いてて、うん、それめっちゃよかった、受け取れるもんね。でこれはなんかとりあえず1ヶ月コースとかもあるんだけど、12ヶ月コースを契約するとスターターキットみたいなのももらえたりとかするから、うん、めちゃくちゃお得っていうのがあって、うん、うちはちょっとインフルエンサーっぽいのがさ特別500円引きクーポンみたいなやつをつけてもらったんで、マジでシートバーから使ってほしいよね。500円やばくない？500円やばい、え、だって2000円の500円でしょ、やばい、何パーよ。私マジ今年のクリスマスこれつけようかな、やばくない、どう、クリスマスにこの女てコート着て、コート着てさ、ザ香水みたいなやつを使うメリットだなって思うのが、絶対同じ香水をつけてる女がいるわけで、それ次のクリスマスとかに多分思い出すもんね。絶対歩いてるもんね、これが絶対黒へ歩いてるじゃん、黒へ歩いてる、え、絶対その人思い出すね。しかもさ、これだったらさ書いてないじゃん香水名、わかんなくない、実際ここでさシュッシュッてつけてたの。え、私絶対ね自分の香水見せたくないの。いいじゃん、めっちゃいい。今アトマイザーの話になったから言うんだけど、ちょっとマーマーに撮られたんだけど、この大理石柄みたいな、やばくない、これが今キャンペーンやってるらしくて、これが定期便登録すると、うん、この限定のこれ、うん、取られてちょっと付け替えられる。そう、こうやってね今取ったじゃん、早く見つけてねじって出してシューですよ。どう、これ、これこっちでさこうシュッシュッシュッってやってる後ろもいいじゃん、めっちゃ雰囲気変わるよ。もうバンバンに譲ることにしました、ありがとうございます。バシタバチャンネル、ちょっともう一個せっかくだから、カラリアでこう いろんな香水を手に入れられるからこそできる沼テクをちょっと紹介したくて、はるか昔の動画で言ったんだけど、香水ってジャンルをねしっかり選べば重ね付けができるわけですよ。この辺にシュッとするじゃん、うん、でこれつけんじゃん、そうすると動いた時に香るじゃん、うん、でこれを別の香水をほっぺにちょっとつけとくの。サンタコス撮ってる動画って話してるよね、うん、そう、ほっぺに香水やばいじゃん。でそう、ほっぺにつけるとチューしそうな距離まで行った時に別の匂いがするっていう、うん、てかさやばいよね、顔近づけたらさ、え、いいよみたいな。そう、ほっぺに香水つけるっていうのが一個沼テクです。ここにつけちゃうよってやつね。もう一個これちょっと新しいテク見つけた。なんだっけな、誰の動画見てたっけな、別の YouTuber の動画見てた時に言ってたんだけど、うん、女子が使えるテクで頭頂に別の香水をつける。えぇ、ーで、そうすると、まあ、これ身長差がちょっとある場合にしか使えないんだけど、普段してるこういう匂いとは別に隣に並んだ時に、あれ？ここに頭があるとしたら、そう、ここから匂いが引くから、え、なんか2人でいる時だけ違う匂いする、うんうん、でこれデートの時に香水返すと、もうオフィスで普段の香水とは別にここにちょっとだけつけとくと自分より背が高くて至近距離に行った人だけが分かる匂いじゃん。え、そうだから、あれ、こいつの匂いこんな匂いだったっけ、うんうん、っていうのを常に演出することができる、うんうん、あの電車で一緒になったとか、エレベーターでギュッてなったとか、あとこの荷物これ取ってもらったとか、エスカレーターもやばいね。そういう時にだけ香ることができるので、ちょっとこの2つ取ってくる。3つ目言っていい？なんかこれもしかしたらあの大人のお話なんでカットになっちゃうかもしれないんですけど、お泊まりデートとかの時に、まあ、夜いろいろある方多いと思うんですけど、あのお風呂上がった後に、まあ、これ女の子の話ね、太ももの内側に香水をつけるといいらしいがめっちゃエロいっていう、匂いのあのチョイスは大事だよ。
もちろんなんか、いやさ、だとしたらこっち系じゃないよ、じゃないこっち系で、そうそうそう、多分指につけて軽くチョンってつけるぐらいでいいと思うけど、あ確かに確かに、なんかどこから匂いがしてるかわかんないけど、なんかめっちゃエロいみたいな、いいらしいよ、ちょっとお前にやってやってこれいいじゃん、うん、これはね、内側にこれつけたらグイグイな女だよね、ちょっとさすがにやばい。あ、初めて高いなって思う香水をつけると超嬉しくて、いろんな香水がある中で、ちょっと私はずるいんで、高くて買えないやつを選びました。それもおすすめです。チャンネル登録と高評価お願いします。なんかエチエチの話題苦手なマームが自ら内側の太ももに香水をつけるとか言ってきて、なんかオロオロしちゃいました。その他 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てね、バイバイ。概要欄見てね、ちゃんと概要欄。